とうございます。2020年皆さんはどんな今年の抱負を立てましたか？新しい年を気持ちよく充実した気分で毎日過ごせるよう、今日は皆さんと一緒にフィールやゴールズの質問を埋めていきたいと思います。良ければ皆さんも一緒に答えてみてください。このノートは去年の11月に上げた動画で作ったものです。フィールやゴールズに行く前に、去年の動画で2020年に大切にしたいこと3つの3つ目は1月に書きますって言ってた、その3つ目をまず書きます。去年このノートを作った時には、3つ目は勉強っていう言葉が来るかなって自分で思ってたんですけど、1月になってみるとコンフィデント、自信という言葉が浮かんできたので Love, Dream、 3個目は Confident にしました。その他にも大切にしたい3つのことを下に書き足しました。では Feel Your Goals に行きたいと思います。Feel Your Goals はただ何々したいとか何々できるようになりたいっていうのではなく、五感すべてを使ってより具体的に自分のなりたい姿、達成したいものをイメージして脳に刺激を与えようというものです。では1番、あなたにとって望ましい状態や目標、達成したいことは何ですか？アファメーションと同じで全て肯定文で書くようにします。病気しないとか事故らないとか否定形は使いません。こちらが私の答えです。より自分に自信を持っている。では2番、その目標を達成するために今あなたが持っているリソースは何ですか？リソースは資源という意味ですが、それだけ聞くと何があるんだと思いがちかもしれませんが、リソースは皆さん誰もが持っているものです。字が読める、字が書ける、ネット環境がある、運転ができる、話すことができる、その他にも考えられるものがたくさんあるかと思います。その中で今持っているリソースは何でしょうか？私の答えはこちらになります。今現実実際に学校に通っているので、私には学べる環境がある。そしてこの YouTube もそうです。 YouTube のビデオのためにリサーチしたり本を読んだりするので、それも私のリソースになっていると思います。それから本を読みたい、勉強したいという意欲、モチベーションがある。3番、その目標を達成するためにあなたが大切にしている信念は何ですか？信念はとっても大切ですね。自分の意思を強く持ち続けるためにとても大切だと思います。本当に人それぞれ何を信じているかというのは違うと思うんですが、誰もが持っているものだと思います。私の答えはこれです。自分の直感を信じる。昔から結構そういう直感や本能で動いている人間なので、周りの言葉やデータなどに惑わされることなく自分の心の声を聞く、自分の心の声を信じるです。4番、その目標を達成できた時、周りに見えるものは、聞こえるものは、どこにいますか、どんな人がいますか、何の匂いがしますか、何を感じていますか。人により聴覚、視覚、体感覚、デジタル感覚、有意感覚がそれぞれだと思うので難しいものもあるかもしれませんが、そういう時には静かに目をつむって自分がそれを達成している時の姿をイメージして心を研ぎ澄まして想像してみてください。私の答えはこういう感じです。周りに見えるもの、白い壁、後ろにはホワイトボード、多分。聞こえるものは、複数の人の声が聞こえるけどガヤガヤではない。どこにいますか、クラスか教室の前に立っている白いスーツを着ている自分が見えます。どんな人がいますか、人が何人かいるけど一緒に学んでいる人たちなのか、私の話を聞きに来た人たちなのかはわからない。何の匂いがしますか、無臭。何を感じていますか、達成感、自信、少しの緊張。最後に5番、その目標を達成したあなたは周りにとってどのような存在ですか。自分の目線、アソシエイトだけでなく他人からの目線、ディソシエイト、両方感じれるようにするといいそうです。最後の私の答えです。頼れる存在、安心できる存在。大きな目標はそう変わらないので、この Feel Your Goals は1月の頭と6月の頭にこのスケジュール帳に書くようにしています。もし皆さんがまだやってなかったら、2020年新しくルーティンに達してほしいなと思うおすすめの3つのこと、
1. エクササイズ、運動。私は心を静める瞑想の要素もあるヨガが好きですが、日頃気持ちや言いたいことを内側に溜め込むタイプの人は特に運動がおすすめです。実際に体を動かすことによって頭や心に溜まったモヤモヤを発散させるのに役立ちます。それから運動はメンタルを強くするのにも役立ちます。2番、ジャーナリング。今日はどこどこ行きましたみたいな日記ではなくて、感情や思考を書き残していきます。気持ちの整理にも役立ち、対策法を見つけるのにも役立ちます。実際に紙に書くだけで、あ、そんなに大したことじゃなかったんだなって気づくこともあるし、いつも同じこと繰り返しているなって気づいたり、自分の変化やパターンを知ることで、それらをポジティブな方向に持っていくためにはどうすればいいかというような作戦を立てることにも役立ちます。3番、ごめんなさいではなくありがとうと言おう。悪いことしたらもちろん謝るのが当然ですが、なんだかとにかく謝ってる人いませんか？言われた方も謝り倒されたら、なんか悪いことしたかなってあんまりいい気分にはならないと思います。自分でなんかしょっちゅう謝ってるなって気づいた人は、例えばわざわざ来てもらってごめんねっていうのではなく、来てくれてありがとう、待たせてごめんねっていうのではなく、待ってくれてありがとう、いつも話に付き合わせちゃって悪いねっていうのではなく、いつも辛抱強く話を聞いてくれてありがとうっていうように、相手にもいい気分を与えられるように、ごめんなさいではなくありがとうってもっと言うようにしよう。そしてやっぱり Take action。 座って考えてばっかりいるより立ち上がって行動を起こしましょう。どんなに考えてもネット検索とかしてイメージしたりしても、自分でアクションを起こして体感して初めて分かるものだと思います。体で感じて、あ、なんかやっぱ違うってなるのか、やっぱりこれだって思うのかは本能で分かるはずです。うまくいくかどうかはやってみないと分からないけど、最初から完璧な人なんていないし、今できる自分のベストでいいのです。去年動けなかったことがもしあったとしたら、2020年今年は動いてみましょう。もちろん人生山あり谷ありだから面白いんですが、その中でも皆さんがより笑顔で充実した気分で過ごせる毎日がありますように。今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。